夢を見ていた。桶狭間での武威は信長の名を世に知らしめた。波動をなすなどとくだらぬことは言わぬ。だがこの戦国乱世は武の力により開かれた。力が開きし戦国乱世はより強大な力によりねじ伏せられるべき。ゆえに信長は天下に武を敷くと宣ずる。それが世の望み、そしてこの信長の望みだ。秀吉、は家康、は光秀、は勝家、は忠勝、は、ここにわしは信長たるゆえんをなさんがため、武田を討ち滅ぼし、この長篠に再び武を敷く。全軍開幕だ。板振り、名振り、そして武田のすべてを根から絶やせ。柴田勝家らは今川義元を急襲、撃破した。この一戦で今川は滅亡、織田信長は武名を轟かせ、天下布武への道を突き進む。一方武田家では信玄の子勝頼が動きを活発化、盛んに織田領を脅かした。武田との対決は避けられない、そう判断した信長は戦国最強の武田騎馬軍団を葬らんと軍を発する。三河長篠、この地で時代を変える合戦が始まろうとしていた。最強の軍団、もののふの誇りとともに行くか。第2話、長篠の戦い。時代よ、この柴田が見定めん。篠にて古き世は終わりを告げる。その後しこと目に焼き付けておる。撃て。進め、銃撃の隙をつけ。来た、滅亡を殺して参る。いや、わかわん。一緒、一緒二人。お前、昼が第二に任せねえ。もののふの意地、ここで見せる。天保など武田騎馬軍団の敵ではない。無視で戦え。騎馬の悪魔は何だ。鉄砲隊連続戦車、武田を目指せ。お見事ですな。押して参る。武将、打ち取ったり。ヌヌが武功、褒めの功。長篠城へ救援を。もうよかろう。攻撃やめい。全軍、武田本陣を攻めよ。お前、撤退するぞ。逃げるか。無益、無駄、
そして無名よ、進め、武田を無に帰すのだ。貴様、討ち取ったり。お見事ですな。いざ尋常で勝負。犬が武功、褒めおこう。ここに屍を探せ。勝頼様をやらせますね。まさに武将一人取り。この程度では満足できない。決した。今は武田を根から絶やせ。もはや武田の助かる道はない。モノノフの意地を見せよう。押して参る。この程度では満足できぬ。敵に背を向けるなど本意ではないが。
もののふの時代は終わるのか。時代が抜け殻なれば。多くの武士が言った。もはや戦に我が血は触るまい。戦国最強と謳われた武田騎馬軍だ。その滅亡の風景か。信長魂、勝家が見届けたり。